ってきます。いただきます。 R1 おいしい。めっちゃサクサクしてる。おいしい。前カルディで買ったこのブッラータチーズがまだ1個残ってたので、これもカルディのニョッキを使ってトマトソースのニョッキを作ろうと思います。これ IKEA の新しいお鍋。
だ熱々。いただきます。乳糖、わーやばー、ブッラータチーズの一番楽しいところ、美味しすぎる。今日の服です。今からちょっと市役所に行く用事があるので、市役所、区役所わかんないけど、そこに行くので、あとついでに無印が最近安くなったじゃないですか、価格改正みたいなやつで。そのリストみたいなの見たんですけど、結構今までちょっと高いなみたいな思ってたものとかも安く改正されてたので、無印にも行ってきます。ついでに最近無印全然行ってなくて、すごい久しぶりに行く。ツイッターを始めました。やっとふみちゃんツイッターやってくださいってお声をいただいてたんですけど、なんかツイッターの人ってみんなすごいじゃん、かっこいいさ名言みたいな、すごいかっこいいことみんなつぶやいてるからさ、そんなの思いつかないよって思ってずっとやってなかったんですけど、ことは挑戦だなっていうことで始めてみました。インスタとかに上げてない写真とかも結構上げてるのでフォローお願いします。この前さ、それで昨日かな一昨日かな、そんぐらいにあるツイートをしたんですよ。それが初プチバズりして、いいねの数が2万何件みたいな、でリツイートが4500とか600くらいだっけな、ツイッターの凄さを実感しました。なんかすごいよね今日の服、デニムのセットアップは上下ともおもむのセットアップ、すごいお気に入りの。ホワイトもあるんですけど、こっちはインディゴっていうカラーです。こんな感じで、ジャケットはアシンメトリーなポケットがついてるデザイン、めっちゃ鏡汚いごめんなさい。後ろが可愛いんですけど、こんな感じで大きめのスリットが入ってる珍しいデザインのジャケット。スカートはこんな感じでラップのデザインになってて、後ろのポケットにオモムソットのタグつけました。バッグはこれシップスのこういうマルチポーチショルダーバッグっていうのかな、このバッグ。中は H&M のタンクトップを着てます。行ってきます。無印で買ってきました、たくさん。これは他の動画でまた購入品紹介したいと思いますので、お楽しみに。あと D&D ルーカでちょっとカヌレとか買ってきました。これも後で食べる。ソットちゃん、ソットちゃん、おやつ食べる、可愛すぎる。ソットちゃん、皆さんに新しい家族を紹介したいと思います。たらーん、あれどこ行った、キノコの中に入っちゃった。ちょっとおやつでおびき寄せる。おやつ、いい匂いするね。おいで。ジャンガリアンハムスターの女の子を新しく家族に迎えました。もう実はね、1ヶ月ぐらい、3週間ぐらい前からお家に来てるんですけど、最初の2週間は、あ、出てきた。最初の2週間は、環境に慣れさせた、匂いに慣れさせるために、触らないで、餌あげる時だけこう開けて、極力静かにしていたんですけど、2週間経ってからちょっとずつコミュニケーションを取り始めているっていう感じなんですけど、かわいいね。おいで。かわいいでしょ。
生後1ヶ月の時にお家に来ました。一人暮らしも寂しすぎて何かペットね飼いたいなって思ってたんですけど、このソットちゃん迎えてからも本当に可愛くて可愛くて本当に癒し、大切に愛情を込めて育てていきたいと思います。なんでソットっていう名前にしたかっていうと、あのモーム、ソットのソットと同じ由来で、スウェーデン語でソットはキュートとか甘いっていう意味で、もう本当にキュートなのでソット、そのままソットにしました。なんかね、まだあんま人には慣れてなくて、たまに手に乗ってくれるんですけど、ちょっとまだビビってますね。でもなんか夜行性だから、ハムスターって。私が寝るとき夜電気を消すとガタゴトこれで走り出して、もうそれがいい BGM ですごい寝やすいんですけど、本当にね、一人暮らしだと自分以外の出す音が聞こえるだけですごい安心するので、もうどんどん騒いでね、ソット。これからの Vlog にはもうたくさんソット出てくると思うので、皆さんよろしくお願いしますって、よろしくね。あ、うんこがある。こっちがバナナパンケーキってやつで、こっちはカヌレです。ディーン&デルーカのカヌレ、面白い形ですよね。ドーナツみたいな形、めっちゃ美味しい。もうめっちゃ見ようと思います。Oh shit.